さあ今日は何を教えていただきましょうか。先週下回転のサービスやったんですけども、はい、今日はまた違うサービスを教えたいと思います。はい、はい、僕が一番得意としている横回転系のサービスですね。それをこれから教えたいと思います。まあ、体を少し横を向いてですね、でだけど縦にします。はい、でそこからそのまま押す。まずボールがこう横に曲がっていきます。はい、はい、これが横回転のサービスですね。こちらをやっていきましょう。はい、切るかな。全体リアちゃんちょっとこの辺に立ってもらって、少しこっち側に立ってもらって、うん、で体を少しこっちに向けます。はい、で、ラケットを、はい、で、そのまま、そうです。はい、行ってみよう。おすごい、いきなり成功したじゃん。すげえ、しかもすげえいいサーブ。いいサーブ、誰も取れないやつ。持ち方をこういうふうに持つと難しいんで、こういうふうにこことここだけで、あと親指と人差し指でラケットを持つ感じで、それ以外は少しリラックスしているような感じで、手首を入れやすい、はい、そうすると手首がこう自由に動くので、こう持つと手首がこう不自由なので、ここの2本で持つようにしてください。はい、こうですね、こういうふうに持って、はい、でこれは、まあ、はい、はい、そうです。そうすると手首が効いてやりやすいです。わかりました。いきます。うまい、え、うまい。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃ今のいいサーブ。いきます。うまい、うまい。うま、何その横回転の才能。いい、フォア前にめちゃくちゃ綺麗なサーブ。やばいよね、あれ試合でいきなりあれ打たれたらなかなかよね。いや、届かないです、ね。すごい、コース取りがすごい、すごいコース取り、コースストイックすぎるな。もう何そのコース取り、完璧、素晴らしい。いや、素晴らしいですね。じゃあせっかくなんで今のサービスを出してから、このバックハンドで10ラリーしましょう。はい、いきます。はい、バック1、はい、うん、3、4、いい、おい、ラスト。あー、上手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 。はい、ということでテルト卓球塾ひとラリー1局は毎週日曜夜11時30分からでございます。ぜひご覧ください。見てね。